皆さんこんばんは、カランダです。今回は鉄道模型の開封動画です。外国型 N ゲージマニアがどういうお買い物をしているのか、その開封の様子をお届けしたいと思います。そもそも外国型の鉄道模型をどこで買うのかということですが、私の住んでいる田舎には外国型鉄道模型を取り扱っているお店が残念ながらありません。なので海外のお店に直接注文することが多いです。今回利用したのは DM トイズさんというお店で、ドイツの模型店さんなんですけれども、日本への発送へも対応してくれますし、基本的に英語でやり取りができるお店ですので、いつも大変安心して取引をさせていただいております。今回購入したものです。まずピコ社の NS オランダ国鉄の1200型電気機関車と、モデルバーンユニオンの貨車、ルクセンブルク国鉄の所有車を購入しました。そしてこちらは購入したものではないんですけれども、 DM トイズさんは注文すると毎回何かしらのおまけをつけてくれます。過去には書籍やストラクチャーをもらったこともありまして、今回はこちらの車両工作の作業台のようなものをつけていただくことができました。あとは DM トイズさんはいつもこういったリーフレットを添付してくれております。これもなかなか日本だと見ることのない外国のチラシですから、見てるだけでも楽しいものです。まずはこのおまけでつけてもらった作業台から開封していきましょうか。外のラベルを剥がすとペラペラの1枚の紙が入っておりまして、その下側にはモデルバーンユニオンという大きなロゴが印刷されておりました。モデルバーンユニオンというのはこの DM トイズという模型店さんのプライベートブランドのようなものだと思います。中身はこんな感じです。説明書は付属しておりませんが、多分 MDF の板と黒いスポンジは普通のスポンジだと思います。これを組み合わせて車両を作業するための台を作っていくんです。説明書がありませんでしたので、組み立て方は試行錯誤をしながらこんな感じかなっていう風にやっていきました。最初に背面を差し込んで、その後に側面を差し込んでいくとうまくいくようです。動画内でははめているだけですけれども、実際には木工用ボンドを使って固定をしました。ちょっと MDF だと反ると嫌だなとは思ったんですけれども、点付け程度なら問題ないかなと思いましたので木工用ボンドを使用しています。スポンジは両面テープで固定しました。こんな感じになりました。これは非常に使い勝手が良さそうで、今後ですね、車両工作をするとき、パーツをつけるときなんかに活躍してもらおうと思います。ではここからが買ったものの開封動画ですね。まずはモデルバーンユニオンの貨車です。モデルバーンユニオンの貨車は初めて購入したんですけれども、このパッケージの感じがイギリスのダポールという会社の模型にそっくりですね。では見ていきます。非常によくできている模型ですね。断面の手すりは別パーツになっていました。全体的にツヤが抑えられてしっとりとした雰囲気です。付属パーツの連結器がたくさんついてましたが、その中にはなんとリンクフック式のカプラーも付属してました。これ実際に連結できるみたいですね。いや、すごいです。実車は鉄骨の上から布製のカバーがかけられているようです。当然プラ成形なんですけれども、非常に布の感じがよく出ていると思います。いい感じですね。印刷等もかなり綺麗にされています。ちょっと意味は分かんないんですけれども、小さい文字まで綺麗に印刷がされておりました。あとクレーン吊り上げ用のフックですかね、黄色いやつがよく目立ちますね。ケースにはしっかりダポールと書いてありましたね。これはなのでモデルバーンユニオンの OEM か、もしかしたらダポールが設計までしてる ODM なのかもしれませんね。ちょっと詳しくはよく分かりません。そしてこっちですね、大物の方も開けていきます。これはピコ社の NS オランダ国鉄の電気機関車です。アメリカの技術で設計された機関車で、1950年代から90年代まで活躍しておりました。実車はユトリヒトの博物館で一度だけ見たことがあります。何やら細かいパーツをいろいろ取り付けろという指示があったんですけれども、どうしても、この場所につけると連結器に干渉しそうだったので、一番端っこのホースだけ取り付けて他のパーツはしまっておきました。さて開封後のお楽しみ、走行ですね。線路に乗せて電気を流してみます。どんな感じで走るのかな、楽しみですね。あれ、これ一応電気流してるんですけれども、スーッと動いてすぐ止まってしまいます。ちょっと調子が悪いみたいです。ひっくり返して台車を見たら、何やら汚れがべっとりこびりついてましたので、綿棒で一つ一つ丁寧に掃除をしてあげました。ちょっと製造上の都合によるものなのか、外れ個体だったのか分かんないですけれども、レディートゥーゴーというわけにはいかなかったですね。あんまりこういうことは起こり得ないので、たまたま今回運が悪かっただけだと思います。
まあ、それでも車輪をちゃんと磨いてあげたら走るようになりましたのでね、基本的には問題ないです。ということで走行風景をお楽しみください。90年代のインターシティはこんな感じの編成でしたね、そんな雰囲気をイメージして車両を走らせてます。ということでですね、今回は開封動画ということで、こちらの模型を買ってきたというだけの動画となっておりました。ちょっと最近工作が滞っておりまして、工作系の動画がねしばらく出せておりませんでしたけれども、また近々8月入ったらね、工作の方も復活させていきたいなと思っておりますので、そちらもぜひお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは鉄道模型の動画の他にトランスポートフィーバー2というゲームの動画や実際の鉄道の動画をアップしてます。もし興味がありましたらチャンネルを登録していただけると嬉しいです。それではまた次回も動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。バイバイ。